はい、それでは次回、フォールンオーダー、続きプレイ進めていきたいと思います。よし、では戻りましょう。うわっ。になります。帰りはどうだろうな、ショートパッド開いたから割とスムーズに帰れるんでしょうか。確かにここを開けたんすよ。閉じられてる。うわ、まだ開かない。あ、何か。友よ、ゼホはある星に興味を持っていた。ダソミアだ。だな、あれほど平和を愛する文明があのような暗黒の地の何に惹かれていたのか。そんなだって、下にね、カエルがいるんですよ、カエルが。助けられる。スティムだ、頼む。やりました。危ない。かわいそうに家族を守ろうと。ボグリングの死骸だ。回復ない。
取りたい。あそこもなんかありそうだけどな。また今度に行くか。これさあ、はい、帰った帰った。何かあった？トンネル。倒せない。どっから入るんだろう。そこいたわ。はい、お待たせっす。合格したようね。どうも。BD1 を知ってたのか。乗りなさい。中で話すわ。お、BD1、グリーズだ。グリーズ。なんだそれは。ソファーから降りろ。おい、俺のソファーだぞ。出てけ、出てけ。彼は BD1。仲間だよ。何だろうと関係ない。まったくポトリオリの生地についた油染みを取るのがどれだけ大変だと思ってる。わからないな。ならこんなドロイドよりわしらものを見つけてこい。もう落ち着いてグリーズ。見つけたの。話してかる。宝物庫はゼフォーと呼ばれる古代文明が作った。イノ・コルドバというジェダイが中に物を隠した。それは何なの？アーカイブのホロクロンだ。幼いフォース観能者のリストが入った。新しい時代を担うジェダイ。やっぱりよ。ああ、コルドバ、あなたらしいわ。知り合いか？そうよ。大昔だけど、私は弟子だった。へえ。彼は一匹狼で、ボガーノを知ってるのは多分そのドロイドと私だけよ。また何がどうなってるよ。ホロなんだ？ホロクロンよ。記憶用媒体、ジェダイだけが扱えるの。待って、ここに一つあったはず。フォースを使って。私はマスターオビワン・ケノービ。残念な報告だ。帝国の邪悪な暗闇にフォース観能者のリストがあればジェダイオーダーを再建して帝国を倒せる。オーケー、わかった。手に入れよう。ただしそれは宝物庫の中に隠されていて、コルドバの足跡を追う必要がある。コルドバはダソミアとゼフォーの故郷について話していた。で、どこに行く？飯にしようと思ってたからすぐは無理だが。そうだ、その前に一つ聞きたいんだけど、なぜもうジェダイじゃない？そうだね、出来事があったのよ。私の心を変える。だからフォースとの絆を断ったの。けどオーダーを再建したいと。オーダーの再建が帝国に対抗する最も確かな手段だと考えているからよ。あなたはどうなの？帝国から逃げ続けることはできないと思ってる。だから選択肢はない。カル、生きている限り必ず選択肢はある。一緒に来る？
行くよ。ダソミエかゼフォ、どちらか選んでくれ。複数の項目だって。はい、ここであらすじが見れるのはいいですね。さて次の行き先は。ゼフォー、ダソミア、どっちがいいんだろうね。どっちでもいいよね別に。じゃあこっちで、とりあえず話聞こうか。フォースは今でも感じるのか。ええ、ただし心を開かずに抑え込んでいるわ。でもあなたは逆を目指して。粛清の前にあったことを思い出したんだ。苦しくても過去のかけらを見つけた。それでいいわ。フォースとの絆を取り戻す道よ。なぜわかるんだ。私はフォースを絶って生きる意味を知ってるわ。ああ、続けてみる。何があったんだろうね。あら、あのちゃん、なあ、これは何だ。なんだ、テラリウムを見たことがないのか。テラリウム、普通は中に植物が。お前を銀河のあちこちに運ぶので忙しかったんだ。俺に種を集めてきてくれていいぞ。自然は嫌いだと。外にあるのは嫌いだ。だけど分厚いアンバランガラスに収まってるなら可愛いもんだろ。わかった、何か探してみる。何か育てられるのかな。ここは、あ、ここでも瞑想できるんだ。でもここはカスタム。あれ、このちゃんとは話していけない。よし、次の行き先を決めよう。どこでも変わんないのかな、そんなに。はい、ちょっと遊び屋行きますか。 1% になってんだけど、なんで 1% になる。遊び屋？本気か？よし、コースを設定。待った、目指すは遊び屋？コルドバが訪ねたのよ。きっと理由があるはずだわ。星に着いたらマンティスからは出ないぞ。赤い日光はお肌に良くないからね。ここにはナイトシスターと呼ばれる強力なフォースを使う部族が住んでいたわ。フォースを使う？ジェダイみたいにか？あの魔女たちは利己的だったわ。彼女たちは偽りや幻惑、支配のため力を使っていた。へっ、昔知ってたやつみたいだ。クローン戦争中ナイトシスターはシス教と盟約を結んだけれど裏切られた。そして虐殺によりほぼ姿を消したわ。ダソミアは危険な星よ。え、危険だって。失敗したかな。思い出したくない。フォースク万能者の集団だって。ああ、不気味な星までもうすぐだ。座っとけ坊主。はい、でもマップ選べるってことは多分。タル、十分気をつけて。はい、大丈夫だよね。ちょっと待った。え、うん、
ダソミアのナイトシスターについて知っていることは？詳しくはない。多くのジェダイは存在自体知らなかった。私はコルドバの弟子としていくらか知っていたけど、彼は古代文明と同じようにナイトシスターにも興味を持ってた。あなたの意見は？ここには来てない。来たくもなかったわ。ちょうど私たちの道がそれぞれ分かれ出した頃のことだったわね。闇は必ず関わった者に影響をもたらすのよ。よし、じゃあ一回外出てみるか。結構雰囲気違うっすな。マップあるのかな。まあ、全然わかんないな。うわ、あそこにいなくてよかった。あれは何なんだ。うわ、有効的だとは思えないな。いきなり死ぬ可能性あるな。なんかあるんだけど、こう蜜みたいな。連続パリーだって。進むぞ。どっか走っていってんの。ああ
助かったよ。ラユ。意識に必要なんだって。シリング。場所は？あ、全然行ってないんだけど。あ。ショートカップっぽいっすな。そこっすなぁ。違うなぁ。全体的にちょっと違うなぁ。あれないっしょ。
助けてもらえるか、ビディワン。よくやった。取れた。あそこでもなんかあるね。まあ壊れない感じか。あ、スポンプ見に行く。ゼフォもここを訪れていた。おかしい、ここ廃墟のはずなのに。あ、誰？すぐに立ち去れ、ジェダイ。君はナイトシスターか？もういないと聞いてた。それは違う。わ、ダソミアはお前を歓迎しない。すぐに立ち去れ。それには従えないけれど、協力できるかもしれない。俺もまた。やめろ、俺は敵じゃない。その言葉には騙されない。おい待ってくれ、俺は。バッシュ、前進しろ。怯えて震えてるぞ。ロベ、侵入者。ああ、これ赤いか、ダメだ。勝ち目はなかった。見ろ、こっちだ。わかった、必ず仕留めてやる。次はもっとだ。来い、俺と戦え。よくやった。ナイトプラザだって。やったよ。これかな。あ、はい、メソポイント。よし。で、まっすぐかな。うわ、めっちゃいるんだけど。
ティムを食らう。ナイトブラザーズ弓矢持ちのパリっていうか、これは何だ。そう、跳ね返せるっていうのは結構強いよね。これいいよね。見つけたぞ、よそ者め。何かあったんだな。スキルポイントは結構もらえる。登れたりするのかな。しないんだ。多いけど違うのかな。多いけどな。あれ。違うな。いけそうだけどね。これ初とかかな。あ、向こうからだ。あ、ああ。なるほど。戻ってきただけか。結構シビアなんだよな。
かなくて、なので行くしかない感じだ。あーでも、あ、おい、ここにいるぞ。さあ来い、ジェダイ。悪くはないな。逃がさないぞ。わかったよ。何が見つかったんだ。あ、どこ。あ、開いた。あ、やったー。あ、書とか開いたんじゃない。あ、開いた開いた。あ、いいね。まあでもやっぱりだいぶ楽に進めるようなデザインにはなってるな。これは、まあまだだいぶ先だな。スタミナさん、おお、おお、いいね。ダブルグレードライトセーバーだって。きついなぁ、ちょっと。一回戻りたい。一回戻るか。
しないの。君も旅人か。あ、誰？ここのナイトシスターに会ったようだが、しかし珍しくも無事なようだ。ライトセーバー、待て待て、隠すな。それで生き残ったのか。誰なんだ。いやいや、怖がることはない。ただの旅人だ。研究している、あ、滅びた文明と哲学者たちを。ナイトシスターを。おう、ありとあらゆることだ。だがそうだ、あのナイトシスターはまだ子供だった。戦争がやってきた時、彼女は目の前で一族を失った。遺跡の何を知ってる。まあ驚くほどに古い。あのナイトシスターと戦士たちは惹かれたのだ、そこに潜む力に。遺跡は避けろ。お前も同じ目に遭うぞ。